小田原急行鉄道の21系電車は、かつて、小田原急行鉄道、東京急行電鉄、小田急電鉄で使用されていた荷物電車である。本校では、以下単に、小田急と表記した場合は、小田原急行鉄道を呼び、小田急電鉄を指すものとする。1927年11月に荷物輸送用の車両として、日本車両製造で4両が製造された。 4月1日の小田原急行鉄道の開業後の同年11月に電動有害貨車1系1から4として製造され手荷物、小荷物輸送以外に電気機関車の代用としても使用された1933年5月21日の昭和改正によりモニ1型モニ1から4となり1939年にも 二三天四の二両が郵便室を設置して、電動化車から郵便に持つ電動車も、ユニ一型も、ユニ1.2となり、残るも二一型も、二1.2の二両は、使用頻度が少なかったために1941年に、廃車となった。もうユニ1.2は、その後1942年に、東京急行電鉄に合併した際に東急でユニ、1000型で、2001.10022、 形式変更、改版され、その後1948年に小田急電鉄として分離独立した際にも、形式、番号はそのままであった。本形式は、全長13メートル級の車両で、元々の荷物室を、荷物室と郵便室に分離したため荷物室が狭く、輸送量増大に伴い2両編成での運転が、状態化したことから、1960年に、 更新修繕に合わせて、車体を交換して大型化を図った。1971年には、郵便輸送が廃止されたため郵便室を荷物室に変更して、でに線形1001.1002に形式変更し、1976年に一両が廃車されたが、残った一両は1984年の荷物、輸送全廃まで使用された。 車体長は 12,192mm、幅 2,590mm、両運転台の反抗性車体で、側面中央に、幅 1,830mm の両開きの手動の、荷物室扉を、前後車端部に乗務員室扉を、乗務員室扉と荷物室扉間に、幅 960mm のミンドリ窓を、各1箇所配置しており、 同時期に導入された近距離用の置 k 及び、長距離用の101型と、基本形状や窓高さ、正面の形態などは同一であったが、車体幅が 25mm 狭く、車体長は1型より 2032mm、101型より 3048mm 短く、床面高は101型と同一で1型より 39mm 高くなっている。車体塗装は、 旅客車は茶色であったが、本形式は青色であった。正面は丸みを帯びた、非貫通で、側面窓と同じ幅7 3 5ト、mm、ル高さ8 1 0ト、mm、ルの窓を3枚配置したものとなっており、これは1.101型と同様のスタイルであった。また、前後の連結機は1型や101から151型と同種のシャロン式自動連結機であったが、 カシャケを考慮して、開放テコが上作様式となっていた。屋根状の前後2箇所には、終電装置台があり、このうち新宿側の終電装置台には三菱、電気製 S-514A パンタグラフが装備された。終電装置台の間と車端部には、ガーランド式ベンチレーターが2列に配置され、その間には、歩み板が設置されていたほか、 車体上部に雨どいは設置されていなかった。車内は新宿方から運転室、車体長が短いために床下に装備できない、主制御器などの機器を収納するための機器室、荷物室、運転室の配置で、それぞれ長さ 852mm、3085mm、7343mm、852mm、 荷物室の荷重は15ロングトンとなっていた。運転室は荷物室、機械室とは仕切り壁で区分され、運転台は運転室内中央に設置されており、当初より乗務員室の両側に乗務員扉が設置されていたが、乗務員室扉は一般的な調子外による内回避ではなく、車体中央側引き込まれる引き戸であった。 主要機器は101から151型と同一のものを搭載しており、1型や後の201系とも共通のものが多く使用されている。主電動機は定格出力9 3 3ットの三菱電気製メガバイト -146A を4機搭載した。本形式は旅客列車と並結しての運行ではなく、 本形式単独での運行を想定しており、駆動装置の波数比は62,21イコール2.95で、101K の2.46と 1K の3.55の中間の設定として、定格牽引力は101から 151K の 25.5KN、1K の,の 21.4KN より高い 30.7KN に、 正確速度は101から 151K の時速 52.5km と 1K の時速 40.0km の中間の時速 44.2km に設定された制御装置は三菱電機がウェスティングハウスエレクトリックとの技術提携によって導入した電空単位スイッチ式の関節非自動制御装置である HL 型制御方式であり制御段数は 直列5段、並列4段で弱回時段はなかった。制動装置も同じく三菱電機製アム C 自動空気ブレーキと手ブレーキ装置を装備し DH-25 電動空気圧縮機を搭載している。台車は1および101から151型と同じく住友金属工業製の イコライザー式中高台車である KS、KS-30L を使用した。開業当初は、新宿小田原間の内稲田上里とザマ間、海老名国部伊勢原間、大根大深夜間、渋沢足柄間の、計 52.0km が単線。これ以外の区間が伏線であったが、1927年10月15日の全線伏線化に合わせて、開業二自分として、 本形式4両と1 2 1系、1 3 1系、各3両、1 5 1系5両、1系電気機関車2両が導入された。導入後は、新宿小田原間に荷物列車が設定され、5時頃新宿発で小田原まで、に往復して17時頃に、新宿に到着する運行であった。また、荷物輸送だけではなく、輸送量が少ない場合には、 電気機関車の代用として2から3両編成の貨物列車を牽引しており、場合によっては7両編成の貨物列車を牽引したり、従連で貨物列車を牽引することもあった。また、その後1929年4月1日の江ノ島線が開業しているが、開業当初は同線には定期荷物列車は設定されず、荷物は旅客列車に混載されていた。 1939年3月に、低身省より、郵便輸送の要請があり、改造費用の負担も受けられたことから、も、に3.4の2両を電動化車から、郵便荷物電動車に改造して、形式、番号を、もユニ1型も、ユニ1.2に変更した。主な改造内容は、以下の通り。翌1940年には、機器室内の機器配置の変更により、 機器室の長さを 1600mm に短縮して、荷物室を長さ 4376mm に拡大し、また、これに合わせて、機器室と運転室の仕切り壁の役に3程度を撤去した。郵便輸送は1939年4月1日より、東京小田原線の便名で、新宿小田原間で実施された。一方で、 有害電動貨車のまま残ったも21型も2.2については使用頻度の減少に伴い1941年5月に廃車された1941年に小田原急行電鉄から解消した小田急電鉄が1942年に東京横浜電鉄京浜電気鉄道に合併して東京急行電鉄となったことに伴い もゆに1型は形式を、デイユ1000型に変更し、デイユ1001.1002に改版した。第二次世界大戦後も荷物、郵便列車は引き続き新宿小田原間に往復の運行であった。また、この頃に、車体塗装を緑色一式に変更している。1948年に小田急電鉄として分離独立したことに伴い、 1951年1月4日に、称号改正が行われているが、本形式は、形式は変更されずにでユニ線形系1 1 1 0 0 2となっている。1955年10月のダイヤ改正より、近郊区域の新聞輸送が開始された。これは、新聞輸送協会の要請によるもので、 早朝の初電前の4時5分新宿発で、向こうが丘遊園まで一往復して5時10分に新宿に戻る運用となっており、その後1959年4月1日のダイヤ改正からは午後の時間帯に遊館を輸送する列車も運転されているが、こちらはデハ1200から1400型などの一般旅客車が使用されていた。また、 1950から60年代においても、引き続き短編制の貨物列車の牽引にも使用されており、1959年頃では、江ノ島線の貨物列車うち、輸送量の少ない列車には本形式やデニ100、型が、貨車2から5両程度を牽引して運行されていた。この時期における主な改造内容は、以下の通り、デニ1 0 0系1 0 0 1と、 デニ千三百型による配送列車、台車交換、全消灯改造等を経た、最終形態、愛部台前から座間、ザマ館、百八十一年同じくデニ千系千一と、デニ千三百系二両による配送列車、鶴川柿千九百八十二年千九百六十年頃になると、荷物室が狭いことから学期末や、学期初めの時期、またて、 小荷物の多い月曜日や木曜日には二両連結を余儀なくされ、時にはでに1101型を増結した三両編成での運行になることもあった。また、車両自体も更新が必要な時期であった。荷物電車の更新にあたっては、車体延長の要求があったが、当時1500型が、車体更新で1900型に編入され、余剰となった車体二両分が、 東級車両製造で保管されていたことから、これを活用して1960年秋より、で2000系の車体更新を行った。主な改造は以下の通り。1962年12月3日のダイヤ改正で、早朝の新聞輸送列車が廃止となり、一方で従来旅客列車に混載されて、荷物輸送を行っていた江ノ島線に荷物輸送列車が設定された。 これは、小田原線の二往復の荷物列車の打ち朝の一、往復の新宿相模大野間に並結し、相模大野で分割併合する運用であった。このダイヤ改正における荷物列車の列車番号及び、運行区間は以下の通りで、この他、デハ1200から1400型などを使用した、有管用の新聞輸送列車が運転されていた。その後の改造等の履歴は、 以下の通りこの間の運行の変遷は以下の通り。使用頻度の減少に伴い1941年5月に廃車されたも21型も21.2の伝送品や台車は 551KXH564.565251 型も H251.252 に改造するために活用された。また、車体は共同工場の敷地内に放置されていたが、 一両分の車体は工術の出と一型となり、もう一両分の車体は後年相模大野に移設され、1980年代まで残っていた。でに1000系1000には1976年10月30日に、でに1100系1101と共に廃車された。一方、残った10001はその後も荷物電車として、荷物列車、配送列車の廃止まで使用され、 1984年7月15日に、でニ 1300K1301 から1304と、共に廃車となり、同年の踏切事故訓練に使用された後に、解体された。デト 1K1941 年5月に、廃車されたも 21K1.2 の車体のうち1、両分の大枠及び新宿側車端部の車体の一部と、手持ちの台車や、電気品などを活用して、 1953年に、共同工場で、デト1型が製作され、当初機械扱いであったが、翌1954年には、入れ替え用電動無害車として車席を付与され、共同工場の入れ替え用として使用された。その後、1962年の相模大野工場の、竣工に伴い同工場に移動して使用され、2002年に、廃車となった。 振り子式試験車両1960年の車体更新の際に余剰となった1両分の車体は1961年に空気バネ式自然振り子車両のテストに使用された。これは小田急の鉄道路線の要所に存在する曲線を線路改良せずに速度向上を図るべく試験が行われたもので台車は 2400kHE 車用の FS-30 を 伝説台車に改造した FS-30X を装備した。試験の結果、空気バネ式自然振り子車両には問題が多いと判断されたことから、この後に小田急で行われる車体傾斜車,車両の試験は強制車体傾斜式により行われた。なお、試験後は車体のみが相模大野で倉庫として使用された。ありがとうございます。